こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルは9月23日までに起こることと気をつけること、9月23日までに起こることと気をつけることという、そんなお話をお伝えをしていきます。で、9月23日何かというと秋分の日ですよね。秋分の日というのは、暦の転換点になりますが、昼と夜の長さが同じになるのが秋分の日です。これまでは昼の長さの方が長くて、秋分の日を境に夜の長さが長くなっていくという、そういう暦の転換点になります。で、暦の転換点の前にはいつもお伝えをしているんですけれども、前回は夏至ですよね。その前は春分の日があって、その前は冬至がありましたが、その前に起こりがちなことがありますので、また今回も9月の23日の秋分の日までに起こりがちなことがありますので、起こることと気をつけること、それをお伝えをしていきます。ぜひ参考にしてみてください。で、このチャンネルでは波動というものを使って願望を実現したり、幸せに豊かに生きたり、自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしておりますので、よろしければチャンネル登録いただければと思います。で、今日のお話ですけれども、9月23日までに起こることと気をつけること、先ほど冒頭でもお伝えしたように秋分の日ですよね。秋分の日以降は夜の長さが長くなってくるんですけれども、そういった暦の転換点で何が起こるかって、暦ってね、何かというと環境のエネルギーが変わるんですよね。地球を取り巻く環境のエネルギーが変わるという、夜が長くなるということは太陽の力がちょっと弱まるということなんですけれども、僕たちは取り巻く環境の影響を非常に受けていまして、環境が変わると自分の波動も変わってきます。で、暦9月23日以降新しいエネルギーに変わっていくんですけれども、その新しいエネルギーに対して、今僕たちの体がそちらに合わせようとしていってるんです。そちらの波動に合わせる準備を今していってるんですけれども、その準備をしている時に、波動にも変化が訪れてきます。で、そんな時にデトックス現象が起こったりすることも結構あるんですよね。デトックス現象、それはどういうものかというと、まず一つ目はやたら眠くなるということがあります。やたら眠くなる。僕たちは寝ている間に何をしているかというとね、浄化をしてるんですよね。寝ている間に浄化をします。なのでやたら眠くなる、本当ね、寝ても寝てもずっと眠いって時あるんですよね。特にこういう時期は、そういう時はですね、浄化をすごく必要としている時ですので、ぜひ眠くなったら寝るようにしてください。やたら眠くなるからって自分がどうこうではなくて、暦の影響で なることが結構ありますので、波動が変わる時には結構あることですので、やたら眠くなる時には寝ちゃってください。寝る時にはできる方でいいので、北半球にお住まいの方、南半球の方は逆ですけれども、北半球にお住まいの方は寝る時に北枕で寝てください。そうするとより浄化されやすくなりますのでね、一つ目はやたら眠くなるということが起こります。次起こりがちなのがやる気が起きなくなるというね、なんかやらないといけないんだけどモチベーション出ないんだよなっていうね、これは暦の転換点、変化の前に起こりがちなんですよね。変化、大きく変化する前ってなんかモチベーションが下がったりすることがあります。人生の、これは暦の前だけではなくて人生が変わる時の前ですよね。なんかね、やる気が起きなくなることがあるんですよね。そんな時にはやる気起きないからってあんまり自分を責める必要はないので、でどっかで急に切り替わります。なのでちょっとゆっくり過ごすように、なんか焦らずね、やる気起きないからって自分を責めず焦らず、どこかで急に切り替わります。じゃあやってみようみたいなね、パッとモチベーションが変わる時があるんですよね。なのでそれまではちょっとゆっくりされていいかなと思います。それとネガティブな感情が出やすくなります。これもデトックス作用として起こりがちなことなんですけれども、僕たちの潜在意識にはたくさんのネガティブな感情が溜まってるんですけれども、この暦の転換点の前っていうのはこのネガティブな感情が出やすくなるんですよね。なんか怒りっぽくなったりとか、自己否定が強くなったりとか、そういったことが起こったりすることもあるので、そんな時はね、ぐるぐるワークっていうのをやってください。ぐるぐるワーク、
まあお清め、デトックスするにはこのお清めっていうのがすごく大事なんですけれども、このお清め成功している人はなぜお清めをするのかの中でも感情のクリーニングのワークを紹介しています。感情のクリーニングのワークね、どこだ、186ページに、感情のクリーニングのワークというのをぐるぐるワーク通称というのをつけてますので紹介してますのでぜひやってみてください。ネガティブな感情が溜まってるともうやっぱりイライラしたりとか落ち込んだりとか自己否定が強くなったりとかしますのでね、ぜひそういったことをしていただくといいなと思います。ちなみに先ほどの北枕もこの本の中で149ページに紹介してますのでそちらもご覧いただければと思います。あとデトックスでいうと体調を崩すっていうのもあります。お腹を壊したりとかジンマシンが出たりとかちょっと熱が出たりとかそうやって体調急に生理が始まったりってこともありますよね。体調を崩すデトックス作用として体調を崩すってこともございますので、その時もあまり右往左往せずに、ちょっとゆっくりとね、過ごすようにしてみてください。それから4つ目ね。で5つ目、物が壊れるとか物がなくなるってことがあります。物が壊れたり物がなくなる、特に電子機器なんかは結構壊れやすかったりしますよね。スマホのメモリが全部消えたりとかスマホがそのもの壊れるとかパソコンが壊れるとか電子機器なんかは結構壊れやすかったりします。あと携帯をなくしてしまうとかっていうこともあるあるですよね。あとは冷蔵庫が壊れたりとか車が壊れたりとかいろんなものが壊れるっていうことも起こってきますので、その時も淡々と過ごすことです。淡々とね、不必要これからの新しい流れに不必要なものが手放される流れが起こる、その時に物が壊れるっていうことで、手放しの流れが加速するってこともありますので、物が壊れる物がなくなるこういったこともあるので、淡々と対処するようにしてください。で、6つ目、人間関係でネガティブなことが起こったりします。今まで仲良かった人とのつながりが違和感が出てきたりとか仲良くしていた人と衝突したりとか人間関係でネガティブな出来事が起こったりしますので、その時は一回距離を置いたりとかするっていうのもありですし先ほどお伝えしたぐるぐるワークね感情のクリーニングワークっていうのをしてみるとまた流れが変わったりとか違和感のある人たちと離れる出来事がやってきたりとかそういったことあるのでぜひぐるぐるワークしたりでそれしてもなんかいざこざが絶えない時にはちょっと距離を置くみたいなねそういうこともしてみられるといいかなと思います。でいずれにしても言えるのは焦らないことです。焦らないこと自己否定に入らないことで淡々と過ごすことそれらをぜひねしていただくといいかなと思います。1つ目はやたら眠くなる、2つ目がやる気が起きなくなる、3つ目がネガティブな感情が出る、4つ目が体調を崩す、5つ目が物が壊れたりなくなる、6つ目が人間関係でネガティブなことが起こるというねそんなことが起こります。でそれら全てのものは浄化現象です。お清めで起こってきてます。なので、起こってくるとき、何も起こらなくてもこちらの本を参考にしていただいてぜひいろんなお清めを実践してみてください。でエネルギー的な部分でいうとこちら124ページに、お清めの瞑想動画、お清めの瞑想動画っていうのも QR コードつけてますのでこの QR コードで、動画に飛べますので、そちらで、お清めもしていただいていいのでね、ぜひ参考にしていただければと思いますし、そんな動画も有効に活用していただければと思います。本日のお話は9月23日までに起こることと気をつけること6つお伝えをしましたのでぜひ参考にしてみてください。で、LINE とメルマガではウィークで毎日メッセージをお送りしております。願望実現のお話や波動のお話やメンタルのお話などそんなメッセージをお送りしておりますのでよろしければ LINE もしくはメルマガどちらでもいいのでご登録ください。
登録先は概要欄に貼り付けておりますので、概要欄をチェックしてご登録いただければと思います。そして今日のこの話がで感じたこと、気づいたこと、ご自身の体験談などあれば、ぜひコメント欄でシェアしていただければと思います。シェアしていただくと誰かがの気づきになって、その気づきでその人が幸せになったら、シェアした人の開運してきますのでね、シェアすることで開運していきますので、ぜひシェアをしてみてください。そして今日のこの話が良かったなと思われる方は、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいれば、ぜひお友達にもシェアをしてみてください。それではいつも波動チャンネルをご覧いただき、どうもありがとうございます。で、ここからおまけのお話になりますが、今日はね、秋分の日までに、手放す、起こることや気をつけることなんですけれども、デトックスで物が壊れるなんていうのは手放しの出来事ですよね。手放しで、その内容とはちょっと関係ない部分にはなるんですけれども、じゃん、新しい iPhone です。新しい iPhone ね、今日発売でね、今日契約してきたんですけれども、嬉しいなと思って自慢です、はい。でもね、こうやって、自分から持ち物を変えて流れを変えるっていうのもありますよね。強制的に起こってくるのが今日お伝えしたデトックスなんですけれども、僕も iPhone 変えるの3年ぶりですけれどもね前のがiPhone11 で、今回14なのでね、3年ぶりなんですけれども、そうやって頻繁に変えるのもいいですしね、こうやってたまには気分を変えるので、持ち物を変えるというのも、自分でやるお清めだったりデトックスだったりするのでね、ネガティブなことが起こってきて強制的に、デトックスされると結構ね、メンタル的にしんどいじゃないですか。それよりも、いつもいつもお清めする習慣を持っておけば、そういう暦の転換点でも体壊したりとか物が壊れたりとかっていうことはちょっとは避けられますのでね、今回だけではなくて、常に常にお清めするっていうことをぜひ意識していただくとね、いいかなと思います。そんなこじつけを言いながら iPhone をちょっと自慢したかっただけなのでね、ぜひ自慢に付き合っていただいて、どうもありがとうございます。はい、大したおまけの話ではなかったですけれども、でもお清めは習慣にされるといいので、お清めを習慣にしておくと常に波動はね、いい状態に保たれますので、いい出来事に遭遇しやすくなります。ですので、ぜひお清めを習慣にするということは意識しておいてください。それではいつも波動チャンネルご覧いただき、どうもありがとうございます。おまけの話も以上になります。いつもありがとうございます。失礼します。